再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。はい、本日の動画は最近やってる秋冬仕様の韓国風メイクを紹介していきたいと思います。季節もすっかり秋冬なので、服とかもこっくりした暗めの色味の服がたくさん出てきてると思うんですけど、それに合わせて最近は暗めの色味でちょっとクールめに仕上げたメイクをやってます。クール系のメイクをすると私は顔が一気に老け込むんですけど、ちゃんと若さだったり可愛さを残しつつクールにかっこよく仕上げるメイクになっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタートです。てかクールメイクやると老けるの私だけですか？失敗するとすごい老けるよね。可愛い顔の子がクールメイクしても老けないんだけどね。もともと大人顔の私とかがクールメイクすると老けるんですよね。今回はクールに仕上がるけど可愛く見えるから大人顔の人でも安心です。はい、それではやっていきます。はい、カラコンつけてみるとこんな感じです。アイクローゼットのラベンダーグレーっていうカラーを使ってます。裸眼より一回り大きくてちょっとブルーっぽいカラコンになってます。はい、両目つけてみるとこんな感じです。これはね、カンナロゼに似てるカラコンで、韓国風メイクとすごい相性がいいと思います。意外とね、離れてみるとナチュラルなので最近はずっとこれを使ってます。はい、まずはじめに見てわかる通り、先日この動画でお話ししたんですけど、もう肌荒れがね、最近本当にえぐいんですけど、赤みはまだ残ってるんですけど、ニキビはだいぶね、こうフラットになってきました。ニキビと肌荒れが最近ひどいので、使っているベースメイクが、まず下地なんですけど、じゃーん。昨日新しく買ってみたんですけど、シカバリーカバー&トリートメント CC の GR かっこ化粧下地ファンデーション SPF40PA2+オーガニックラベンダーの香りです。この虎がついてて、シカのね、下地になってるんですけど、パッケージもめっちゃ可愛くて、こういうグリーンのクリームになってて、伸ばすとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、グリーンから肌色に変わる下地なんですね。こうやって拭いてみると、ほら、肌色。シカのクリームが昔流行ってたと思うんですけど、それがちょっと高いなって思って買えてなかったんだけど、 BCL っていうクリアラストとかを出してる会社から出てたので、これは絶対いいだろうと思って買ってみました。ニキビ肌にも優しいし、これ1本で下地、ファンデーション、日焼け止めとか1本でマルチに使えるので、肌荒れてる時は肌に摩擦も少なくてすごいいいと思います。塗るとハーブ系のすごいいい香りがして、ちゃんとこう保湿力がありますね。はい、塗ってみるとこんな感じで、下地1本でね、このニキビの赤みとかを 60% ぐらいかな、結構隠してくれて肌を均一に整えてくれます。これ1本ですごい綺麗ですよね。ノーファンデメイクにしたいっていう人とか、ちょっとそこまで出かけるっていうちょっと軽いメイクの時にもすごいおすすめ。日焼け止めも入ってるからね、スキンケア感覚で塗れちゃう下地だと思います。これは昨日買って今日初めて使ってみたんだけど、かなり現時点でいい感じ。はい、次がこちら、ダルバのクッションファンデの21番ですね。これは以前 PR 動画の方で紹介させていただいたんですけど、すごい気に入って最近ずっとこれ。今、下地である程度隠れたんですけど、こういうニキビの赤みがまだ隠れてないので、隠したいところをポイント的に塗っていきます。マスク時代のファンデーション皆さん何使ってますか？私は今まで、ずーっとリキッドファンデ派だったんですけど、最近クッションファンデがやっぱりマスク時代にはすごい合ってるなって思ってて、このダルバのファンデはね、ちょっとクッションファンデとはまた一味違うんですけど、クッションファンデとかクリームファンデとか塗った後もピタッと固まんないで柔らかいファンデーションって、崩れても直せばもう完璧に元通りになるし、なんか柔らかいファンデーションって表面ベタベタするからマスクに絶対つくだろうなって思ってたんですけど、それが逆であんまりつかないんですよね。それが最近発覚した驚きの事実なんですけど、はい、ファンデーションまで塗ってみるとこんな感じ。すごい綺麗ですよね。ツヤがすごいあるから、
結構しっかりカバーされてるんだけど、塗ってる感が出なくて若々しいし、乾燥しづらくて、マスクにもつかないっていう。このファンデーションはね、私提供でいただいたんですが、なくなったら絶対自分で買う。そのくらいすごい気に入りました。こういうファンデーションって塗った後結構ペタペタするので、ちょっとこう、何もついてないパフで、パフパフして、押さえてあげる。そうするといい感じにセミマットになってくれます。はい、最近のベースメイクはこんな感じです。前まではカバー力の高い粉をもうバフバフ超人形みたいに塗ってたんですけど、ニキビ肌になってからマットなベースメイクをすると毛穴に詰まっちゃってニキビがすごい出るんですよ。こういう柔らかいベースメイクが最近の気分には合って、サンメイクシークレットビューティーパウダー E の、この02番ですね。これをちょっとパフにとって、このこれから眉毛描くので、眉毛のちょっと下地の部分に軽く塗っておきます。あとアイシャドウの部分にも。このパウダーはあんまりね、サラッサラになりすぎないので、サラサラになりすぎるパウダーを使うとニキビができるんですけど、これはできないので、これを使ってます、最近。そしたら、ユーアグラムのスリーブスケッチアイブローペンシルの DK1 番。もうなんか使いすぎてボロボロなんですけど、眉毛をね、今眉毛サロンに行きたくて生やしてるので、ちょっと毛流れを整えてから描きます。毛流れ一つでちょっと形がすごい変わるので、ちょっと眉尻側だけ長さを足しました。そしたらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー、この色でちょっと足りない部分を足していきます。私眉毛を生やすともうこのくらい立派に生えてるんですよ。今までどんだけ剃ってたかっていう、今まではがっつり剃ってもう骨格無視して好きな形の眉毛を描くっていうのが好きだったんですけど、なんかだんだん大人になってきてそういうのが気分に合わなくなってきたというか、なんか自然体のメイクをしたいなって思うように最近なってきました。そしたらふわっとしたブラシで同じ色をのせていきます。ふわっと、年相応じゃないけど、なんかずっと同じメイクをするっていうよりも、私は年齢によってやっぱりメイクとか服装とかも変わっていくのが自然だと思うから、最近は結構ねファッションとかも変わってきましたね。こちらの真ん中の色で中間部分からぼかしていきます。そしたら最後この明るい色をの眉頭からのせます。そしたら、ユーアグラムカバー&ハイライトコンシーラーの BE1 番。こういう筆タイプのコンシーラーです。ちょっとこう手の甲でしごいて、今日は韓国っぽく仕上げたいので、平行眉を作っていきたくて、ちょっと眉上眉毛ってなんか産毛だけでも形がすごい変わるので、そういう細かい産毛とかを消して平行眉にしていきます。こっちの下も、そしたらブラシでなじませていきます。これ今ね毛を消したりはしてなくて、産毛とかちょっと輪郭をすっきり出しただけなんですけど、こうやって左右で比べてみるとこっちの方が平行にキリッとしましたよね。この筆タイプのコンシーラーはねすごい使える。こういう感じに平行眉に整えます。やっぱりねこうやって平行眉にすることによって一気に韓国風に見えますね。そしたらこちらのキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウの08番アッシュグレー、これをね結構こうしごいてから使います。でさっきも言ったんですけど、毛流れをちゃんと整えないとなんか形がね決まらないので、毛流れをちゃんと整えます。
マスカラは黒髪にもすごく合うし、そんなに一気に明るくなるわけじゃないんですけど、塗ると毛質がふわっと見えるというか。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。引きで見た時にやっぱりふわっと見えますよね。はい、アイブロウマスカラするとこんな感じです。そしたらちょっと最近やってるアイメイク法なんですけど、 BRL アイライナーのブラックですね。これでまずアイライナーから引いていきます。いつもアイシャドウからやるんですけど、ちょっと理由があって、ちょっとやっていきますね。秋冬はちょっと辛口なクールなメイクがしたいので、跳ね上げラインをやっていきます。まず目尻、このくらい引いたら、上に鼻上げます。で、この三角の中を塗りつぶす。はい、こんな感じですね。ちょっとこれを最初に引いておかないと、ちょっとアイシャドウの感じがわかんないので、最初にラインを引いちゃいます。はい、こんな感じ。最初は自分の目に合わせて5ミリぐらい延長させて、そこからこの眉尻に向かって跳ね上げて、そこの間の三角を塗りつぶすっていう方法なんですけど、これなんか私ネットニュースでやり方見て、そうなんだって思って最近取り入れてみてるんですけど、左右対称に引けるのに、なんか跳ね上げラインすると私結構目がきつくなってたんですけど、この引き方だと優しい感じなんですけど、最後こう跳ねるみたいな、なんかすごくね、辛すぎない可愛い猫目になってくれるので、この引き方最近すごいやってます。このラインはこうやって目を閉じた時もすごい自然なの、横から見てもめっちゃおすすめ。それでここまでね、ちょっと目のフレームができたら、こちらのケイトのトーンディメンショナルパレットの EX2 番パープルブラウン系使います。まずこの白、これをアイホール全体にのせます。これでね、最初目をパッと明るくしていきまーす。そしたらこのグレーブラウンみたいな色、これで目尻側にのせまーす。最近は目尻をこう重くして横長の目に見せるメイクにハマってるので、このまぶたのところに骨があると思うんですけど、そこにちょうどくぼみがつくイメージでこうのせます。そしたらキラキラカラーが入ってるんですけど、これを指で取って上まぶたの中央、この色がすごいおしゃれなんですよね。韓国風のメイクとかするときはキラキラ感がやっぱ命ですよね。グリッターとかラメとか韓国っぽいなって思います。そしたらこのちょっとパープルブラウンみたいな暗い色、これをですね、ただあんまりこの下側までこう入れちゃうと縦長の目になっちゃうので、できるだけこう横長に見えるように、そしたらこのウズのアイオープニングライナーのグレイリキッドアイライナーを使って、で引いたらライナーブラシでちょっとこう整える。そしたらまたさっきの色をライナーブラシにとって、
したらこちらのセザンヌの各二重ライナー、これ影色ブラウンです。ポイントなんですけど、ちょっと目尻側の方に濃いめに描くことですね。そうすることで横長の目に見えます。はい、そしたらミシャのイタルプリズムの11番、これをちっちゃめのブラシにとって、涙袋を結構この辺まで作ります。はい、そしたらさっきの白、これで最近買ったデジャビュのラッシュアップマスカラ E の1ですね。これすごく塗りやすいね、細かいブラシになったマスカラです。最近私はまつげパーマをやっているので、カールキープはマスカラに求めなくなって、逆にマツパすると結構ねマスカラが塗りにくいので、こういう細かいタイプの短い毛も残さず塗れるマスカラが好きです。このマスカラすごいいいんですよね。はい、今ねマスカラこっちだけ塗ってみました。塗ってない方と比べてみると自然なんだけどすごい目力出ますよね。コームが細かいので結構塗るのに時間はかかるんですけど、丁寧に塗るとすごい綺麗にいきます。で、ここにね、ラインを引いてるので、こっちから上のまつげは塗らないようにします。そしたらこちらの秋冬用に最近買った、リンメルのマシュマロスティックリップ、マシュマロリップリップ、リンメルのマシュマロルックリップスティックの029番。こういうね、ボルドーカラーなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっとセミマットで、秋冬にぴったりな暗めのボルドーです。手でポンポンしたらいい感じに濃くなりすぎないので、この色をベースにして、こちらのキボのウィンターベリー。すごいこういう真っ黒。黒に近い色なんですけど、M 字リップっぽくなるように最初上唇に V の字で塗って、下唇の内側に塗って綿棒でぼかしていくっていう感じです。そしたらキャンメイクパウダーチークスの PW39 番、こういうね紫系のカラーを最近は指にとって、こう手にちょっと出してなじませてから、このメイクはね、チークレスでもかっこいいと思うんですけど、うっすらだけのせます。顔色がちょっと明るく見えるので。はい、こんな感じで、うっすらのせました。そしたらセザンヌのナチュラルマットシェーディングの02番クールトーン。これもこうブラシにとってちょっと粉を落としてから、私は鼻筋というかここの眉毛のここの部分にのせてまーす。
私はシェーディング濃く入れるとすごい男顔になるので、ここにはちょっと入れた方が顔全体がこうキュッとなって、ここはちょっとだけ入れてます。斜めのね細かいブラシがあるとポンポンって置くだけで綺麗に入るのでおすすめです。これダイソーで購入しました。そしたら最後にクリオのプリズムエアハイライターの01番ゴールドシア、これがすごい大好きで、このメイク結構ねベースメイクの時点でツヤがしっかりと出てるので、あんまり正直ハイライトいらないんですけど、こう指にとって手の甲になじませてから、私はこの鼻ここに入れるとすごく顔の中心なので映えるんですよね。あとはここの目頭の部分ですね、ここにも入れると肌に透明感が出て見えます。まあ結構ベースでねツヤが入ってるんであんまり分かりにくいんですけど、あとここにはね入れた方がいいですね、この部分 C ゾーン。あとは鼻先にも少し、あと唇の上、あとおでこ出してるときはこのおでこのね中央らへんにも軽く入れるといい感じです。はい、こんな感じでメイク完成しました。髪型を整えてきます。になっていたら嬉しいです。感想、質問、リクエストなどありましたらコメント欄にて教えてください。はい、ということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次の動画もまた見てくださると嬉しいです。うちゃんでした。またねー。